特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。仮面ライダーブレード、映画、ミッシングエースを語ろう。どうもゆうちゃまです。ミッシングエースはですね、いろいろと試された作品だったと思うんですよね。龍騎、ファイズが結構挑戦的でしたよね。龍騎では劇場版で最終回先行公開。ファイズでは1万人エキストラで人間 VS オルフェノクの世界。2つともかなりインパクトのある作風だったので、この後のブレードどうするのかっていう感じでしたね。僕が映画作る人だったら頭抱えますね。前作と比べられるだろうなとか思っちゃいますよね。ブレードは未来のお話で描いてきましたよね。本編の4年後を描くっていう、あ、そうきたかって思いましたね。この映画ですね、脚本家が井上俊樹さんなんですけど、龍騎とかファイズ書かれた方なんですけど、これウィキに載ってたんですけど、ブレードは本編に大きく関わってなくて、内容があまり知らなかったので一から書いた方が早かったというね、もうね、ちょっと井上さんらしいあのお話なんですけど、アンデッドを全て封印した後の話なので、まあ、登場人物たちの人生も大きく変わってるんですよね。なんで書けたのかなって思うんですけど、もう正直ちょっと笑いましたよ。本編あまり知らない井上さんにブレード劇場版書いてもらうんだっていうね。うん。でも井上さんそこで結果を残していくんですごいですよね。特撮ファンに愛される理由も納得です。で、本当に素晴らしい仕事ぶりですよね。そう考えるとすごくないですか。本編そんなに脚本担当してなかった方が劇場版を担当って、うん、なんで特撮ファンに愛される理由も納得ですよね。うん。ブレード劇場版は本編の対比だと思ってて、まあ、ネタバレダメな人はこれ以上聞かないでくださいね。本編は、まあ、剣崎がいなくなるっていうラストなんですけど、劇場版は相川はじめがいなくなるっていうラスト、この対比がすごいいいんですよね。僕両方ともラスト好きなんですけど、ブレードってめっちゃ明るいっていう作風じゃないと思うんですよ。どこか寂しげな雰囲気がすごいこう本編でも劇場版でも残っていて、もうすごくね、劇場版この映画すごく感じましたね。4年後の新世代ヒーローの3人に舐められる剣崎とか、仮面ライダーを忘れたくても忘れられずに苦しむムツキとか、妙に謎な雰囲気を醸し出す橘さんとかね、本当に思うんですけど、橘さんだけなんかふざけてるんですよね。この映画ちょっとミステリー要素あって、橘さんが新世代ライダーを倒したんじゃないかっていう、そういうミスリードを映画で描いてるんですよ。まあね、これもう橘さんだからできたことなんですけど、こういう作風ができるのはある意味ブレードの良さですよね。うん。謎を残すというか、このアギトとはまた違う謎の残し方、うん、ブレード独特なんですよね。こういう雰囲気がブレード作品の良さなのかなと思います。もうこの映画ね、それだけじゃなくて魅力たくさんありました。序盤からブレードとジョーカーの大雨の中での戦い、もう雷も鳴ってね、満を持しての変身、剣崎、ムツキ、そして相川はじめの復活、ここがめっちゃ熱かった。4人ライダーが戦う14、キングフォームの初登場、こうやってちょっと魅力を語ってみると、ブレードの劇場版ってお祭り要素散りばめられてて、僕的には結構好きな作品でしたね。うん。ミッシングエース、タイトルもかっこよくていいです。ゆうちゃまでした。グレイブも結構デザインかっこいいですよね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。